最初はあの小さな男の子とあと背の高い女の子、まあ、単純にそのイメージ自体がこう絵的に映えるなってところからスタートしてます。まあ、ただそれだけじゃなくてゲーム的なその直接的にその AI キャラクターと触れ合えるみたいな、でそういったそのゲームデザインのメカニックの部分ですね、そういったものも最初に思いついて、そのパイロットムービーは大体ほとんど僕一人で作りました。で大体期間としては3ヶ月半ぐらいですかね。あのコンピューター以前から CG アニメーターだったので、そのスキルを生かして、モデリングからアニメーションから全て自分で、行いました。ぶっちゃけ今言うと映像の貼ったりでですね、あとまあ、このぐらいのスケジュールでなんとかやるのでなんとか作らせてください。上田さんがまあその今までのゲームにないもの、あまりゲームっぽくないものっていうのをまあ志してたんで、まあ、それをみんなで共有して、あまりゲームっぽくない新しいものっていうのをみんなでチャレンジしてました。毎日がエキサイティングだったし、言葉は悪いかもしれないですけど、ちょっとクレイジーだったなという、まあ、当時はそのカットシーンばっかりのゲームが多かったんで、そのカットシーンでストーリーを語るんじゃなくて、もうゲームプレイでストーリーを語るような、そういうゲーム、そういうゲームが、まあ、そういうゲームを目指すことが、まあ、チャレンジでした。はい、ましてやあのイコとかは10年経ってまだこれだけの不安がいてくださることにはすごく感謝なんですけど、当時僕らはあまりそんなことも気にしてなかったなと、なんか僕らは僕らのロックンロールだったような感じでした。はい、ここからワンダイはですね、イコが終わって、まだリリース前ですね、あの僕らの作業としてはもうマスターアップが終わった後で、何もやることがなかった時期があって、ちょうどその時から僕はあのワンダと巨像の、元となるプロットのまた絵コンテを描き始めたんですけど、パイロットムービーの絵コンテですね。シャドウでそのチャレンジしたかったことは、最初はそのネットワークゲームだったんですね。でそれはまあチャレンジしたんですけど、まあ、ダメだった。で、まあ、シングルプレイのでそのゲームデザインをこう極めていった。ただ作りたいものを作ってるわけではないわけですよね。きちんとビジネス的に成功を収めたくて、あの4年とかそういう期間費やしてるわけで、早い時期からもう以降についてはこれでもう完成してるゲームなので、あの続編はないと。でまあその作ったニコの映像がまた皆さんがさすがにいいものを作るので、ああこれも見てみたいねってこう最初に思わせちゃったので、それが良かったと思いますね。まあそのストレスじゃないですけど、まあ、静かなゲームだったってことで、次はもう画面全体がこう激しくこうダイナミックに動くような、ゲームにしたいっていうのは最初からありましたね。まずあのワンダの、アニメーションって
まあ、重さを感じさせるっていうところが一番大事なんですね。とシャドウでそのすごいチャレンジだったのは、あの巨像の体自体がもうフィールドだったので、その巨像の体自体がレベルデザインだった。あと集まってくれた人間の質の高さっていう部分でも、あの本当にあの運命ってあるんだなっていうような感じもしました。で、まあ、元々作ってる時からこうできるだけこう長く愛される人、長くその人の記憶に残るようなものっていうふうに考えてたんで、まあ、今回その10年以降であればもう10年なんですけど、10年経ってこういう形で出せたのは結果嬉しいなと思いますね。こうなんかその、まあ、昔作ってたゲームがまたちょっとこう新しくなってこう出るっていうのはなんかやっぱり感慨深いものがあるというか、まあ、すごくね、あの解像度がこう高くなったり、まあ、ちょっとあと映像によってはこの、まあ、昔の PS2 のバージョンとちょっと見え方が変わっていたりとか、まあ、イコとシャドウはその PS2 だけど結構作り込んでたんですね、細かいところまで。ただそれが PS2 の解像度だと、あのテレビにはちゃんと映ってない、映らなかった、うん、でもそれが HD になったことで、あの作り込んでた部分があのこうテレビにこう映るようになった、うん、それが、まあ、頑張った甲斐があったなと思いました。ミックスされたゲームデザインというか、巨大な大きい生物と一緒にこう冒険をするっていう、まあ、イコのいいところ、それからシャドウのいいところ、まあ、両方うまくこうミックスした、まあ、ゲーム体験になるんじゃないかなと思います。動物ってのはものすごくこう老若男女、まあ、広く受け入れられる素材であると思うんですよね。で、かたやその例えば実際に存在する犬や猫をそのまま再現するってこともちょっと考えたんですけども、そうすると実際にこう飼われてる人が、その自分が飼った犬と猫や犬とここが違う、あそこが違うみたいな、ゲーム内容としてはイコプラスワンダのようなゲームになってると思うんですよ。で、その、まあ、ワンダで、まあ、敵だったその巨大生物が今度は仲間になる。これまでプレイステーション2では表現できなかったような、その本当にこう圧倒的な情報量を持ったアニメーションが可能になったっていうところは、PS3 で、まあ、今回導入できたのが、まあ、フィジックスエンジンを、まあ、導入できたので、まあ、トリコの体のいろんな部分にあのフィジックスエンジンを使っています。これまでもプレイステーション2の時代も、まあ、そういったものを現実にあるような情報をたくさん表現することによって世界に説得力を持たせてきたんですけど、まあ、これまで以上に現実に近い、またファーの表現もあのシャドウ のファーに比べて、まあ、もう本当に一枚一枚こうファーが生えているような、そういう表現ができると思います。アニメーターはものすごく大変だとは思うんですけども、今のところは頑張ってもらってます。まあ、イコとシャドウのそのファンの期待というのもあると思うんですけど、まあ、期待をいい意味でこう裏切ったゲームデザインっていうのがまあ作れればいいなと思います。これまでやったことある人、まあ、実際にイコやワンダを体験した人は、あの高解像度になったり 3D になることによって、そのこれまで
見えづらかったというか、まあ、少し解像度が低かったりすることによって表現できてなかった部分をちゃんと確認してほしい、まあ、体験してほしいというのがあります。この2つのプロジェクトで、まあ、成し得たことというのはですね、やっぱりその上田文人という才能をですね世に、まあ、知らしめることができたっていうのが僕の、まあ、仕事の中でもこう、まあ、一番大きな功績っていうか成し得たことだと思ってるので、ぜひですねこう上田文人が作るゲームがどういったものなのかっていうものを、まあ、やっぱり隅々まで遊んで、まあ、もう一度ですね HD 版でまたそのゲームを再評価してもらうきっかけになればいいかなと、まあ、思ってますんで、まあ、イコシャドウやってた人もまだやってない人もきっとこう新しい発見があると思うんで、まあ、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。いや本当に純粋に、なんだろう、ワンダと巨像を好きになってくれてありがとうございます。でこれはもう本当に、まあ、たくさんのゲームをにこれまで関わってきましたけれど も本当に彼しか作れない世界に、ずっと彼の世界を私も追いかけていきたいですし、ぜひ皆さんにもそれを追いかけていってほしいというふうに思いますね。もう長きにわたってアメリカの皆さんにはイコとワンダを愛してくださいまして、もう本当に言葉では表せないぐらいの感謝の気持ちでいっぱいです。で新しいユーザー にとっては本当にこう新しいゲームのようにというか最新のゲームのように、体験してもらえたらなと思います。来る前に細野君に軽く話してたりしてて、で C に来てパイロットムービーを作った後に一緒にゲーム作ろうって誘って C に来てもらったんだよね。でそれからどうだっけ、もう最初はチームを作るところから始めないといけなくて、人材があんまりいなかったんですか、その。いや、なんか他のプロジェクト、まあ、要は新しく立ち上げるプロジェクトだから、で当時はもうじゃあ新プロジェクトは新規に人を取りなさいっていう、大体はまあ基本的には知り合いを、してる人をこう引っ張ってきたりとか。そうですね、だから今でこそそれほどいないんですけど、当時以降の最初って、まあ、僕と恐らく同じ大学だけど、それ以外にもアニメーションのリードもそうだったし、2人リードってね、で背景のリードもそうだったし、同じ大学の人たちで集まってってなりましたね。というのもやっぱりなんだ、あんまりゲームっぽくないものにしたいっていうのが最初にあったんで、なんであんまりゲーム慣れした人というかゲーム畑の人だといろいろ問題があるんじゃないかっていうことで、もう全然違った、あんまり経験がないとか、それ以外の、まあ、その子もそうだけど、もともと映像やっててって人も集まって、まあ、だからこそそんなに大きな揉み事もなくすんなりいったのかなと思って、作るのは苦労したけど、なんかこういうゲームじゃダメですみたいな、そういう話。いや結構ありましたね、そういうのも。海藤さんと上田さんが揉めてたのか覚えてますけど。
まあでもあの当時まだ1997年とかだったよね。だから周りはそれこそクラッシュバンディクとかサルゲッジとか、ああいうアクションゲームが主流だったから、その中でイコみたいなタイプのゲームを作るっていうのは、まあ、結構今考えると、ね、今はイコみたいなタイプのゲームも許されてる、ビジョンゲームの中では許されてるけど、あの当時はまだそこまでそうああいうタイプのゲームってまだなかったんじゃないかな。しかも日本のソフトウェアでっていうのはなかったんですよね。伝えたりするのね、どこが面白いのかっていうのを伝えるのも難しかったし、難しかったですね、まあ、まだ伝わったかどうかもわからないですけど、あの当時はね。いやまあでもこう映像でこうがあったんでまだ良かったですけどね、うん、そうですよね。本当にこう作っては見せて作っては見せてっていうので、なんでしょう、あんま紙でどうこうではなくて、映像を作って音楽当てて、あの動きの説明とかも紙とかじゃなくても実際作ってしまったりとかしてね、エフェクトとかもそうだったけど、それでなんとか、そうですね、百聞は一見にしかずで、まあその時は僕は結構ねゲーム作りの型にはめたくはめた方が、あのなんかその上田さんがその作る上でそのなんですかね、ある程度の型にはめてあげた方が絶対にいいと思ってこういろいろこう言うんですけど、だから本当に、なんだろう、もう少しゲームっぽいものっていう線もあったと思うんですよ。そうやってたらもっと、あのテキパキと、あ、いや、短い期間でできてた、作り方じゃなくて最終的な結果として、もう少しゲームとして奥行きのあるものっていう選択肢もあったと思うんですよね。はいはい、あの夜だと手をつないだらパワーアップするとか、夜だに何かをすることによって、その頭の上に丸とかバツが出て、もう少し分かりやすい表現をするとか、セリフがたくさんあるとか、それはそれで僕はありだったと思うんですよね。たまたま、なんでしょう、その時の僕のやりたいことだったり、そのチームのやりたいことだったりが、ああいう方向で一致して、ああいう形になっただけで、それが良かったですね。あの画面になんか表示物を一切出さないようにしたいっていうのが、一時期あったけどね。そうですね。一瞬ちょっと、ね、テストで入れてみたりとかしたけどね。あれなんでなくなったんだっけ？あれ結局あの僕の記憶ではゲームオーバーの。ルールを決めてる時に、なんかその少年の体力がなくなってどうこうとか、で少年がなんかこう疲れたりとか、体力ない演技をさせるのを断念してなんかゲージをつけたんだけど、結局少年死ななくて、あの落ちる以外は死ななくてもいいんじゃないみたいなことに気がついて、夜ではさらわれたらおしまいで、だからあのじゃあメタとかもともとそのヨルダがさらわれるっていうアイデアずっとあったよね、さらわれてステージの巣で引き込まれるっていうのは中盤ぐらいで出たアイデアだけど、それ以前はステージをまたいでどんどん連れ去られていって、それを追いかけていかないといけないっていうゲームだよね。で少年の体力がなくなったら、そうですね、ゲームオーバー条件がいくつかあったってことですね。そう、それをそれをまとめましょう、一つにしましょうっていうふうになったんだよね。だからそれができたんで、もう表示とか表示物がなくて OK だ、でなんかすごく逆に非常にいい形にもともった感じですね。これは良かったいろんなテストやってみたじゃん、実際に日本語喋ってみたり逆再生してみたりとか、それ以外でって何かあったっけな、何かいろいろ試してて、最後に行き着いたのが、その自分変換というか、感じを見てなんとなくイメージ、そう でも自分の中には何か一定の変換ルールみたいなのがあってみたいな、ヨルダはバックワードで結構早めに決まりましたよね。そうだっけ、そうだね、フランス語っぽい感じで聞こえるようにっていう、まあアメリカ版のジャケット、アメリカ版のジャケット、
ットかな。でもね、そういう、そうは、あのジャケットはどうなんだろうと思うんだけど、うん、結果としてアメリカで一番売れて、以降は売れたみたいになったんで、そういう意味で言うと、あのジャケットは正しかったのかな、みたいなのもあって。今は僕も愛着がありますね。逆になんか、いい感じに、10年経つとね、いい感じに見えたりしますね。たまに話題に上がったりしますし、ひどいロックスアート特集。まあ、そういう意味ではね、インパクトも印象に残っている。じゃあ、メガマンという子が。すぐまだリリースする前だったんだよね。で、コンテも書き始めてて、なんであんなゲームを作りたいと思ったかっていうのもあんまり覚えてないんだけど、最初は、そうだ、もうスタンドアローンのゲーム、まあ、当分いいやみたいなのがあってね、あのレベルデザイン、本当に細かいパズルのレベルデザインを積み重ねていくっていう作業は、もう少し考えたくないなみたいなのもあったんだよね。でオンラインで、かつパズルがあまりパズル要素がないものっていう形でスタートしたんだよね。僕が聞いて覚えてるのは、なんかでかいボスが、なんかいろんなゲームやってて、上田さんがいろんなゲームやってて、でかいボスが出てきて、それをまあこうなんか打ったりしてるんだけど、よじ登って倒した方が倒せないのはおかしいみたいなことを、そう思ったんで、じゃあやってやろうっていうことを聞きました。僕が覚えてるのは、まあ結局ボス戦が面白いじゃないですか、こう技術の塊みたいな、すごいボスが出る、あそこだけ遊べるような、それ以前の前振りはもういらないからって、それ一番美味しいところだけ、美味しいところだけを、オンパレードでそこだけ遊ばすゲームっていう要素もあるから、そうだね、なんかダライアスのボス戦だけのバージョンみたいな、新しいですね。前あった、ありました、 PC エンジンで、途中のシューティングなしで、まあ1モードで映像を作って、でそのあの当時はまだオンラインで行くっていう話をしてたんだけど、あの時のチームの人数であったりとか、各スタッフ その得意不得意を考えると、ちょっとまだオンラインは難しいんじゃないかっていうのがあって、スタンドアローンに切り替えたんですよね。以降の時の反省点を生かして、今回は技術研究というか、そういったものに時間使いましょうっていうので、あの変形コリジョンのテストの時、ずいぶん長くやってたね。あれも半年ぐらいかけてやってたんじゃなかったっけ。そうですね、プロトタイプの頃、ただこういうポールの形でこうグニグニ動く植物みたいなモデルを作って、でそこにキャラクター登らせてみてとかね。でもまああれが本当に完成、技術検証がもう完璧な状態で終われたかというと、そうでもなかったんですよね。そうそう、結局なんかちょっとなし崩し的に本制作に、そうですね、本制作のね、本制作中にも技術研究をやり続けてたっていう、あとまあなんか巨像を作っていくと、やっぱりちょっとあの想定外の動きを、のところをこうね、行かなくちゃいけなかったと、ハードウェアの進歩ですよね。なんでしょう、例えばイコだったら、あの影の敵って、例えば描画負荷を減らすためにとか、まあいろんな制約の中でああいう形にしないといけなかったし、ワンダと巨像っていうと、あの目の表現とかって、まあでも今回そのトリコで、そのこれまでと同じように AI キャラクター、イコだとヨルネだし、ワンダだと巨像だし、トリコだとトリコなんだけど、まあイコの時によく話してたのが、レベルデザインを考える時に、まあこれがこの女の子がロボットだったり犬だったらどんなラグだったのかみたいな話をよくしてたよね。女の子だからできないっていう
レベルとかもあったよね。そうですね、うん、なんでそういったものが今回そのいろいろ入ってるんじゃないかと思ってるね、うんうん、まあ道具っぽくならないように、うんうん、そうだね最低限動きとかも、ね、最低限動っぽくならないっていうのは当然として、うんうん、例えば少々強引なエスコートとかも女の子だと難しかった、表現として難しい、うん、あんまりやりたくないとかもあったと思うし、後ろからドンみたいなもん、それはちょっと やっちゃダメでしょみたいなのもあったし、ね、うん、これがロボットだったら犬だったら全然表現としてはありだし面白いんだけどなって話があったのね、うんうん、あの昔ね。なんでそういったものはまあ今回ようやっと入れれるんじゃないかと思って、うん、やっぱりこれまでリアリティ画面のリアリティだったり雰囲気のリアリティだったり、うんうん、そういったものを追求してきた中で、うん、そのプレイステーション3だと、うん、そういうの、そういうのこれまで実現できなかったことは、うんうん、例えば巨像 の、 あの毛の動きとかね、うん、あの 毛のスタティックな 毛の表現としてはあれで十分なんだけど、うん、あれが風でなびいたりっていうのは、うん、プレイステーション2では無理だったもんね、うん、結局そうやって、うん、あのハードの性能が上がると、うん、なんかそのやりたいこともより増えてきて、うん、そのハードの性能の上がる分よりも、うん、これだったらやれると思う幅の方が PS2、PS3 に行くに従ってどんどんやりたいことが余計大きくなってしまうので、うん、なんか状況としてはなかなか、うん、でも、うん、それで言うとその元々あまりゲーム経験がないチームだったっていうのもあって、うん、以降の時からとんでもないものを目指してたっていうのがあるね。そうですよね、うん、あんまりこうやってること変わらない印象があるんですよ、うん、なんか昔からもう、うん、ハードウェアの制約の中でどうこう、まあ、当然経験をこれまで経験積んでね、そういう中で考えるってのもある。前まではまだ制約が分かりやすかったんですよね、うん、これはもうできませんって言ってませんし、でも3だとなんか逆に可能性がありすぎて、うん、ひょっとしたらできるかもしれないとか思わせるところが結構、うんうん、だからそのジャッジがしにくくなる。2個がプレイステーション1からプレイステーション2になったけど、うん、その時も同じようなことがあったよね、うん、ただ最初はやっぱりその やりすぎるっていうか、うん、ここまではできるんじゃないかっていう、ね、うん、でそこからどんどん現実的なアイデアに落とし込んでいく、うん、そうですね。全然話が違うけど、プレイステーション1の頃の以降って結構すごいことやってたよね。ああ、うん、そうですね、うん、シャドウもちゃんと変えられまして、うん、もうそうだし、ゲームアイデアとしても例えばイコが鎖につながって、あでそのつながった状態のまま移動して、ました、ね、で線路があって線路の上に鎖を置いて、あ、まあ、トロッコだったけど、はい、トロッコがやってきてその鎖をカットするっていうのは、そうですね、ゲームはアイデアだけじゃなくてきちんとプレイステーション1で動かせてたから、うんうん、すごかったね。大森くん、そうそう、あのシーンを、うん、覚えてます、やってました、うん、鎖がちゃんとね、線路にこう、うん、線路がこう橋になってるところにこう、うん、鎖がこう、うまい感じでかかって、うん、そう、だからそういう、うん、あれを考えるとあの当時からその相当無茶なことをやってるという、うん、徐々にその逆にそのハードウェアが進歩することによって、うん、まあ、表現したいものはそのままあまりこうひねることなく表現できるようになってきてるんじゃないかなと思うけどね、うん、でもやっぱりそういう根っこのアイディアがもうやっぱ変わっていかないと、うん、なんかただ絵が綺麗になるだけじゃ、うん、そうですね、まあトリコに関してはこれまで以上に大変だというか、うん、これまで以上に難航して、これまでも本当に大変だった、エコだってワンダだって相当大変だったけど、うん、大変な思いをして、うん、作ってるね。エコもそうでしたけど、あの言葉が通じないっていう、うん、言葉が通じない AI キャラクター、ノンプレイヤーキャラクターと、うん、冒険をする、旅をするゲームなんで、
イコ以上にね、イコ以上に言葉が通じない、うんうん、そうですね、まあ、動物ですからね、うん、そうなんでそれによってそれでしかこう感じれないような物語を表現するためにまずそのトリコをね、うん、よりリアルにしたりにそれを使ったレベルデザインとは言いつつもそこまで、うん、あの機能的なというか合理的なレベルデザインにしできるだけしないようにしたりね、本当に自然にその、うん、あの空間にあったとかあの世界に存在してて、うん、昔から存在してて、で何でしょう、レベルデザインはするんだけど、うん、レベルデザイナーの意思をあんまり感じれないように、うん、自然な感じね、作為的じゃないみたいな、そういうところにやっぱり一番時間をかけてるんじゃないかなと思ってね、うん、とにかく意外性があるもの、そうそうそう、意外性って言葉は結構キーワードかなと思って、ね、あ、うん、そうですね、確かに、うん、そうだね、 AI キャラクターの存在そのものは、そうですよ、ね、うん、偶然性がある、偶然性を起こすためにって思ったし、うん、内容的にはどうでしょうね、こうワンダの内容、まあ、もうオリジナル版の忠実にというか、うん、あえて、まあ、あれがオリジナルで、そうそうそう、うーん、その、フル HD の音景であるとか 3D っていうのはあるんだけど、うん、あえてそのままというかね、うん、その荒削りな部分もそのまま、そう、うん、ただあの当時はあれが精一杯というか、うん、あれがベストだと思って出してるから、うん、あんまりいじるのもみたいなのもあったんで、うんうん、こうね、直したいと思うところがあったとしても、うん、ね、直し始めるとね、またキリがなくなるので、うん、結構そのまま、うん、全然うん、1位ですよね、うん、いやでもそうだよね、あのイコワンダ作ってた時ってその当時他のタイトルっていうのはやっぱ早く売らないといけない、うんうん、その商戦期とかリリースタイミングとかあったけど、まあ若いっていうのもあったけどあんまりそういう意識はなくて、とにかく10年後振り返っても耐えれるものにしたいみたいなのもあったよね、なんかそれが結果としてというか、うん、以降は発売されて10年だけど、うん、なんかそうまだ持ってるというかね、うん、絵作りとかもそうだし、ゲーム内容もそうだし、うん、